はい、お疲れ様です。山です。2を2続きやっていきます。ね、前回と同じところからスタートするっていうね、なんか多分初めてじゃないかな。で、スキル、またねレベル上げていきましょうか。で、ちょっと見てたんですけども、なぎなたはどうしようかな。なんだっけ、これ突進技があったんで、で前作やってったら突進技結構ね使いやすかったんで、これちょっと覚えていきたいんですけども、前段階をね、覚えて狙っていきましょうか。で、三図、すげえな、三図工だって。次々に形を変形させながら攻撃を繰り出す。おー、いいね、いいね。じゃ、これ覚えて、終わりか。はい。で、あとは侍スキルがレベルアップに応じて、使えるようになったんで、で、ここで狙っていきたいのは、まずは、まあ、基礎体力とかもいいんですけどもね、こういう、あれ？どれだっけ？ここか。体力50アップとかもいいんですけども、このね、矢の所持上限アップとか、ここら辺ちょっと狙っていきたいなと思って、まずはね。なので、ちょっと待って、遠いな。これか。ここを取れない。これもいいのか。取って、で、次か。了解。はい。で、OK。あとは、で、あとこのゲームね、前作であれば、レベルアップで、呪いとか、この、パラメータあるんですけども、これを上げれば、例えば忍びであれば、忍びスキルっていうね、スキル値っていうのがもらえたんですけども、今作からは、そうじゃなくて、威発っていうね、そういうアイテムからしかスキル値がもらえなくなったんですよね。で、あとは、使えば使うほどスキル値がまたもらえるんじゃなかったかな。とにかく、まあ、レベルアップではもらえなくなったんで、まあ、ちょっとやり方が変わりましたっていうところですね。で、まずは威発を手に入れないと、そこら辺はまだ解放されていかないんで、そこを狙って、あ、ちょっと細かいね、これ。近づくと出てくるんだ。さあ、じゃあ。よしか、槍使っていこうか。あ、でも、薙刀、通して使っていこうか。さあ、神木枚でいいのかな？これはなんだっけ、ガラクタ1っていうね、小玉ちゃんが店出してるんですけど、そこで使うことができますと。いや、めっちゃ強いんだけど。マジで？さっき覚えた技だね。すげえ、別ゲーじゃん、なんか。ん？備前伝たち。そう、これはやる必要ないかな。いいね。対人はもうちょっとスキルが充実してからでかなぁと思ったんですけどね。OK。お？危ない危ない危ない。あ、いいねいいねいいね。技出すのいいけど疲れてんじゃん。さあ、矢を？ああ、いいね。よいしょ。でも突進技ってね、結構近距離で使われると、逃げようがなかったりするから、あれはあれでね、厄介ではある。今はたまたま距離が取れたんで。見かけねえ男だな。桜の社に何用なんだろうな。男。ん？あれ、これ。これは。この化け。猫か？すねにまとわりつきよって。はい。いたね。これ体験版だと別のところで出会ったんで、なんだと思ったんですけど、これ、今作の、
可愛いキャラクターですね。そう。なんか潜んでるんですよね。で、撫でると、ついてきてくれるんですよね。そう、ついてきてくれるんですよ。で、一緒に戦ってくれたり、バフもつくのかな。で、時間制限あるんで、まあずっとはいてくれないですけどね。すごい、いい妖怪ですね。ああ、この子と一緒にこれをやっていくのか。あれ？すごい。膨れたね。この闇が悪さしておるのか。うまく力が入らぬ。で、ここは常世。なんだっけ？なんていう名前だっけ？ここを。あやかしの操る気。人の断りから外れたるものと知るべし。なんじゃ。神妖の技にて気の器をかけさせる。さすればその気、枯らすことあたわ。なんかをね、攻略すればここが気が晴れるんで、とにかく頑張っていきましょうっていうことで、この辺り一帯をね、覆ってるこの、ここを晴らすなんかがあるんで、原因があるんでね、それを晴らせば、一緒に戦ってくれてる。そうで、このエリアでは、こっちが弱体化されてるのと、敵がね、強化。うわぁ、麻痺食らった。やべ、もうちょっとで、すねこすりがいなくなる。あー、限界かな。こいつをやればいいのかな。多分そうだね。あー、グッバイ。なんて言ってんのかわかんないけど。で、これ開かないよね。ね。そっか、常闇か。多分あいつをやればいいんでしょうけどもね。やりたくねえな。え、ボス？あ、いい。やりにくいな。やべ。スタミナがね。なんだそれ。危ない。スタミナがちょっとやばいな。お、角折ったぞ。ちょっと待って、この常世どうにかしないと。オッケー。お、地名が取れる、いいね。危ない、これ全部俺のもんだ。あー、モニターに目がくらんだというか、持ってかれた人だよね。なるほどね。はい。で、今の常闇か。はい。こんな感じで、まあ、今の。今のね、ボスみたいなやつ倒すとか、あとはアムリタの塊とかね、あったりするんで、そういうのを破壊すれば、晴らすことができますね。で、ちょっと待って。カリウドのなぎなたがまだって、もう完全にブラッドボーイになっちゃったね。これでこの、携帯で戦うもんならだよ。カリウドだね。はい。で、これが、そう、晴らせたんで、回収できますと。で、ここも別にやんなくてよかった
タイプだね。はい。で、奨励のろうそくっていうのは、ソウル回収アイテムみたいな。死ぬと、そこにね、守護霊というか、まあ、アムリターとか全部残してきちゃうんで、それを回収するアイテムですね。で、これはいいか。大鎧。重いね。重いね。まあ、変えるべからずかな。妖怪からの火ダメージ。これにしようか。はい。めちゃめちゃでかい。これに取られたんだ。魂を。ん？奥社の鍵。これやっぱこいつやんなきゃダメだったんだ。これは死んだ他のプレイヤーっすね。で、こっちは？これは誰だ？おお。はい。OK。神菊ってのはエリクサーですね。わかりやすく言うとね。完全回復薬ですね。さあ、こんなもんか？じゃあ、セーブして、セーブ、チェックポイントか。で、アムリタは3000、あ、結構あるね。じゃあ、200調達できれば、200。OK。間違えた。ごめんなさい。どっか行っちゃうんすよね。で、攻撃力かな？やっぱ今欲しいのは。上げていこうか。はい。じゃあ、そろそろなんじゃない？ボス。まだか？でもそろそろだよね。はい。でも強いね。隙があれば、狙っていきたいね、これ。ただ、こっちの隙もでかいからね。お。これで全部の小玉ちゃんをね、このステージの。村の者たちの恨み。強族どもに、どうかの天罰を。了解。ショートカットはもういいかな。まあ、いっか。はい。ボスかな。ボスだね。さあ、じゃあやっていこうよ。誰？うわ。さっきやなかった。これ体験版のあいつだ。体験版で戦ったボスですね。さっきね、さっきじゃない、このステージで戦ったあいつと結構似てますけども、ちょっとやっぱ強いですね。パターンが多い。で、これはこうやって避けて、あらやべ、勝てるか俺。ちょっと自信ない。こんな岩なんだ。意味ないんだ。
あれは走って避けますね。おお、長いね、リーチが。これ多いな。危ない。捕まれるとね、ノコギリで切られちゃうからね。うわー、伸びるな。2回。まあ見てからでも間に合うね、2回目は。体験版で結構やり尽くしたと思ってたんだけどな。なかなかまだまだだね。2回。これ多いね。危ない。2回。そろそろ床湯が。よし、今走って避ける。やべ、はい、うわー。そう、このボスはね、この常闇を出してくるんですよ。で、常闇は、おぉ、一定時間逃げてれば大丈夫ですね。ずっと何とかしなきゃいけないわけじゃない。何、破壊するなりしてね。三括、うい、危ね、いや、食らった。待て、ちょっと、負けた。さあ、セカンドトライ。あ、まずは壊してもらおうか、このオブジェクトをね。体験版だとこの3発をもっと出してきてくれたんだけどね。で、3発のやつはすごい避けやすいんですよ、分かってしまえばね。OK。 わあ、食らった。で、敵の揚力を減らせば、さっきみたいな常闇を出してくるようになるんでね。そこら辺も、見てなかった。やべえ。調整できるならしてもいいかも。回復するんでね、敵。はい。よう出してくるな、お前、これを。まだまだまだ。はい。はい。これがね、ま、あれ、どうした。はい、やべ、くそ、ガードはダメだな。はい、12、一発構えていけばいいか。
オッケー、手を逃げ回ろう。もでこれ遮蔽物貫通してくるんだよね。危ない、はい、はい、で入れられるタイミングでは入れていく。やべ、ちょっと待って、避けらんない。オッケー、おい危ない、これ多いな、どうしよう。弾けるわけでもないもんな。うい。さあ、回復なくなった。あれ、やばいぞ。パス。やべ、ダメだなこれ、結構遅い。1、2、3、来たね、やべ、でこの段階でも多分妖力を削り切れば常闇をね消すことはできると思うんですけど、なかなか難しくはある。危ない、やべえこれ、どうしよう。待つか、待った方がいいな。あーでもこれオブジェクトがある分まだ楽なのかな。はい、あ変身してもいいしね。どうしようか、一回変身してやってみようか、ここから。ほい。はい。やべ、勝てそうだ。ちょっと待って。あ、そうでもないか。さあ、初めて削り切ったんじゃない？あー惜しい、いっちゃいっちゃい、やばい、うーわ、いっちゃいとか言うから、うわ、オッケー。
危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえなと。ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。はい。あー、オープニングムービーにいた人っすね。さあ、いろいろゲットしたね。どうだろう。まあまあまあ。なんか、俺体験版でそこそこやれてた気がしてたから、あれなんか、ちょっと不満足なとこあるけどね。まあまあまあ、勝ちましたね。とりあえず最初のボスっすね。夜明けの中鎧。ああ、いいんじゃない？うん。で、まあ、ランクが、今より低くても、装備のレベルが高ければね、能力は高かったりするんで、まあ、どっちだの？どっちがいいってわけでもないけど。まあ、兼ね合いっすよね。OK。あ、はい。おい、いつまで拾ってんだ？早くこっちに来てくれよ。はい。待ってたぞ。あのフニ、読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎。お前の名は？ヒデか。よし、じゃあヒデの字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ？来いよ。しかしすっげえな、あんなごついの。で、喋れないのはなんかわけが？あ、すまん。ま、いろいろあるわな。分霊、いいね。はい、藤吉郎。まあ、後の秀吉ですよね。藤吉郎は何だろうね。生まれ持った名前でよかったのかな。最初は木下藤吉郎で、どういう順だったっけな、覚えてないですけど、橋場も名乗ってたよね、名字で。橋場秀吉だっけ。で、最終的に、豊臣秀吉だったかな。まあ、改名していくんですよね。まあ、この時代なら多分普通の話だったんでしょうけどね。で、まあ、竹中さんですよね。はい。めっちゃ鼻こするなぁと思って見てたけど。で、
で、この人が出てくるってことは、前作は信長が、亡くなってさらに時間がかなり経った後だったから、前作よりも前の時代ですね。人肌上げるには絶好の機会。まあ混乱はね、はい、チャンスですと。で、俺の知恵でいいのかなと、お前の腕があれば、なんとかなると。秀の字。了解。あ、喋れないんだ、主人公。お。馬頭記でいいのかな、違うよね、多分。ちょっと待って。腕がでかくなってんだけど。あー。すごいね。腕がバーサーカーになってるね。いいね、いいね。いいんじゃない？多分まとめてやっちゃえる感じじゃない？まとめて敵をね、なぎ払えるみたいな。俺の集めてる霊石には大きな力があったな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力がものを言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ、秀の字。はい。なんか嫌いだな。なんかあんま好きじゃないな。まあでも喋れない主人公に代わってね、いろいろ喋ってくれる人ですよね。なんだ、あった。おみき。はい。で、新しいメインミッションね。ん？なんかいっぱい最高級がもらえるけど。サブミッション。はい。まあ、サブミッションはやってもやんなくてもいいってやつで、まあ、やったらそれはそれで、なんかアイテムもらえたり、まあ、経験値ももらえるんでね、いいんですけどもね。メインストーリーを進めるんだったら、このメインミッションってやつだけをやっても進んでいくことはできますと。で、最後にやったやつ誰だ？あ、これ、そう、すねこすりね。猫のような姿をした妖怪。道を歩いていると近寄ってきて足元にまとわりつき、歩きにくい思いをすることになるが、特にそれ以上の害はないとされる。甘えて邪魔をしてくるっていうね、お猫様ですよね。むしろ気分が良くなった。ああ、いいね。リアルな猫の話じゃねえの。野良猫にまとわりつかれると気分いいよね。はい。ゴズキ。これは、一番最初に出会った中ボスかな？うん。メズキ。ああ、馬頭。と牛頭か。はいはい。こいつ強いんだよね、ほんと。で、模様替えで。ああ、お猿さんもらったね、そういや。かっこいい。虎みたい。で、レベルを上げちゃいましょうか。技を10にしといて。はい。OK。ということで、今回はこれで以上かな。まあ、若き日の、秀吉さんと出会いましたねっていうことで、なんだっけ、上得意のお客さんだっけ。まあ、いかにも戦闘があるんだけど大丈夫かな、に紹介してもらえるかな。はい。まあ、ちょっとね、秀吉と一緒に頑張って、立身出世していきましょうか。言い方合ってるのかわかんないけどね。
はい、ということで今回は以上です。ありがとうございました。